スタートも疲れてますので、今日踊ってこいでコース代表賞に参りの時点はもう無理だと言っておりました。そして今日一番最後でここに来て、あとは夢中で踊りました。体はやっぱり病気だの激しさがあって20年経って水が通ってボロボロ腰も痛く、そして手の私も上でメイクもこの頃5、6年前から立てなくなっていた。それで昨日の踊りはもう重くて重くて疲れて、今後の年中踊りの役でしたけど、どういうわけか今日はやっぱり泣く泣く、薩摩の時の人たちもなんか無念の思いを込めて応援してくださったのか、最後まで踊り切ることができました。体を大事にして、また来年も、お、大表彰に行こう。どうもありがとう。